NSV の女性と子ども国家社会主義公共福祉は1933年から1945年まで存在したナチスドイツのソーシャルワーク組織。国家社会主義ドイツ労働者等によるドイツの政権獲得後に設立された。本部はベルリン。日本語ではナショナルやウォルックスの解釈により民族社会主義者国民福祉局ナチス民衆福祉団。 ナチス福祉局、ナチス国民構成団、ナチス国民救済団など、多数のわけがある。当時はすでに、ドイツ赤十字社やプロテスタント系、カトリック系などの社会福祉組織が存在していたが、NSV は1933年5月3日に設立され、その組織構造は、地方、地区、グループ行政など、ナチス党をモデルとした。主な部門は、社会福祉。 青少年サービス、公衆衛生、宣伝、トレーニング、財務管理などの6部門だった。1938年頃には純粋なサービスへ重点を移し、経済的に貧困な家庭を援助した。また同様の宗教的組織と競争する形で子供を援助し、幼稚園を運営した。有名な施策には母子援助活動がある。正式設立前にはエイリーヒヒルゲンフェルト、 エーリヒヒルゲンフェルトが組織の事務局長となり、1931年4月20日のアドルフ・ヒトラー誕生日を祝うチャリティー運動を組織した。後にヨーゼフ・ゲッペルスが NSV の指導者となり、1933年5月に NSV はナチスの唯一の福祉組織として位置づけられた。同年9月21日、ヒルゲンフェルトは 当期援助活動のための国会委員に指名された。ヒルゲンフェルトのもとでこのプログラムは大きく拡張され、政府は世界で最も偉大な社会機関と呼び評価した。1939年には NSV はドイツ労働戦線に次いで2番目に大きなナチスのグループの組織となった。第二次世界大戦中は特に子供や青少年労働の分野で NSV は 政府の責任のさらに多くを引き継いだ。また、NSV はしばしばユダヤ人を差別し、彼らへの援助提供を拒絶した。第二次世界大戦敗北後、アメリカ占領地域では、ナチス党とそのすべての関連組織を違法とする特別法を交付した。この第五の法王とも呼ばれた日な地下で、すべてのナチス党関連組織と同様に、NSV にも解散命令が発行された。 ドイツの社会福祉組織は、西ドイツと東ドイツのそれぞれで、新規に再建されなければならなかった。ありがとうございます。